042からオペレーターへ。レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターよりポット042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、スービーさん。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。
リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。
あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あれは怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。
どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げる逃げる逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこの アンドロイドの死体は一体。注意して進もう。生命体です。
マジ 2B、 あいつ進化してる。一気に蹴りをつけましょう。横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。流量の多い箇所の移動は困難。推奨岩場を移動。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。
司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答お願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。砂漠の機械どもを倒してもらえて助かったよ。ありがとう。ふう、これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？確かに一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。
you